じゃこんにちは。さあ、豊さん、はい、ちょっとここでですね、まあ、はい、野球は野球の話なんですけれども、はい、新しい企画がこの豊さんの YouTube 内で始まります。ガチだよ。ガチ容赦しないよ。お、何ですか。いや、これはやっぱりこう夢を追う、はい、野球をやってる人たちに、はい、まあ野球をやってる人たちにっていうか、こうちょっと範囲は狭いけど、はい、プロに送り出したいという。豊さんが指導をして、うん、その中からプロを輩出するっていう企画ですか。まあだからプロテストがあるじゃない。はい、それガチに送り込むという。お、まさに。いや、俺も真剣に行くし、はいはい、それはもう少々値を上げようが、値、はい、を上げたらもうそこで終わるからね、そいつは。そうですよね。ああ、ま、だからついてこれるやつだよ。お、ガチンコ野球部。部ガチンコ野球部。どっかで聞いたことあるよな。ない。ガチンコファイトクラブ、ない。ないな。ないです。聞いたことない。聞いたことない。ああ、これは、いつのプロテスト、来年ですか。来年。来年。じゃあ1年かけて。かけて、俺が育てていくという。はい、おー。これ、じゃあ、どうしましょう。何人ぐらいとかなんかあるんですか、いろいろ。まあ、応募は、はい、まあ、例えば18から24ぐらいまで。はい、18歳、まあ、高校を卒業してる、して18歳。いや、高校でも野球部を終わってるやつだったらいいよ。あ、なるほどなるほど。ああ、だまあ18歳から、24歳まで、うん、24ぐらいがやっぱりあれですか、リミットというか。いや、プロテストに、ね、いくつまで受けられるかっていうこともあるし、はい、でも24だったらまだ伸びていく可能性があるし、うん、で野球ってさ、はい、まあ、例えば車というすれば、エンジンがあったりハンドルがあったりとかするじゃない、はい、やっぱいろんなパーツが必要なんだよ、野球って、うん、だからまあ例えば一つ の例とすれば、うん、増田大輝、はい、あれが走るスペシャリストに今なってるでしょ、はい、そういうやつを育てたい。あ、なるほど。だからプロでレギュラーになれるやつを育てるのが一番だよ。それはもちろんそうだよ、はい、だけどパーツでもいいから、うん、一軍にいられるという。あ、だからその盗塁とか走塁のもうスペシャリストだとか、はいはい、もうとにかく球だけは速いとかさ、はい、守備だけは抜群にうまいとかさ、はい、そういう選手を育てていきたい、うん、おー。あと、まあ、豊さんは内野手じゃないですか。例えばピッチャーとか、うん、キャッチャーをやりたいですっていう人はどうすればいいんですか。なんだよ、俺が教えられないとでも思ってるみたい。でも本当に優秀だったら俺が連れてくるよ。あ、ピッチングコーチを。あ、なるほど、臨時ピッチングコーチを、うん、でね、キャッチャーだったら谷繁ちょうど来てくれって教えてくれって。はい、ピッチャーだったら、もうそういうのもありだ。例えばですけど、例えば大魔神さんが OK って言ったら、あ、もちろんちょっと連れてくるよ。わかりました。じゃあどのポジションでも自分がなりたい、やりたい、つきたいってそこのポジションであれば OK ですね。 OK、 わかりました。じゃあ俺もう本当にガチでいくから、はい、これはあ、もうちょっとシャレとか冗談とか抜きにして、あ、だから育てていこうと思うし、はい、うまくしてやりたいと思うし、はい、だからそういうので育てていきたいと。おお、でこれは野球経験は、いや、やっぱりさ、はい、18からだと野球経験が全くないっていうのもちょっと寂しいよね、うん、まあそうですよね。ただその足のスペシャリストであれば、自分陸上やってました、短距離やってましたであれば、それは、まあ、あれば履歴書に書いておいてくれれば、はい、それは面接の対象になるかもわからないよね。そうですね。でその他のポジションであればやっぱり野球経験があった方がもちろんがいいよね。じゃあ経験もありということにしましょう。はいはい、そうそう。だからそのあれが応募規約があるでしょ、はい、何を書いてほしいとか、まずですね、身長と体重、はい、それから年齢、ね、身長はね、はい、まああんまり小さくてもさ、はい、パワーがないっていうふうに言われると、でも抜群に足が速いっていうのとはまあ別になるけど、うんうんうん、でも体重が200キロあるって言ったらさ、ちょっと待って、200キロちょっとこれは絞るのが1年かかるかなって思うよね。200キロだとちょっとお相撲部屋そうだよねいいのかもしれないので、だからある程度、まあ、身長体重ね、まず身長体重、はい、そして年齢です、ご自身の年齢、はい、まあ、18歳から24歳までと。サバ読むなよ。そうですね、うん、そこはね、ちゃんと面接もあるので、もちろんそこはサバを読まずにやらせてください、はい、そして経歴、これ例えば野球をいつからいつまでやっていた、はい、で現在もやっているですとか、うん、あとは例えば陸上部、
足が速いですっていう方なら陸上部とか、例えばインターハイ出場しましたとか、そういった経歴も書いてください。そして野球経験がある方は必ず野球経験がありとも書くと、そして 50m のタイムも、まあ、タイムが分かる人がいれば、やっぱりこう書いてほしいよね。まあ、おそらく書くとしたらベストを書くと思うけど、見たらすぐ分かるからね、嘘かどうかっていう、そうですよね。あと 50m のタイムが分からない人はそこはちょっと空欄でもいい、100m でもいい、100でもいいと、はい。そしてその遠投、まあ、ある程度でいいよ、ある程度で、はい、どのぐらい投げれるか。これ 30m しか投げれないって言ったらもう話にならないからさ。最低でもどのぐらいは、まあ、最低でも80ぐらいは投げてほしいよね。80ぐらいは投げてほしいと、はい。そして、ポジション重要ですね、はい。だ自分の得意なポジションね、はい。まあ、ピッチャーだったらピッチャー、キャッチャーだったらキャッチャー、まあ、内野手が外野手、はい、ね。だから内野手だったらどのポジションが一番得意かっていう、わかりました。でこれを、書いて、送ってほしいんですけれども、はい、例えば練習とかっていうのはどうなってくるんですか？練習はね、週1になるけど、だいたい週1ぐらいのペースでやろうと思ってるんだけど、だけど1週間のメニューはちゃんと渡す、あ、週1だけだ。これを消化できる人じゃないといけないし、まだ曜日は決まってないけど1日のどこでやるかっていうのが、でも大体練習時間としたら3時間4時間ぐらい、で東京でやるから、まあそうだな、遠くても神奈川、だからその東京とか神奈川とかに来られる方ってことですね、週に1回、で必ずね、必ずですよね、で3回から、3時間から4時間ぐらい1回につき練習がある、練習があるという、はい。でこれって何人ぐらい、例えばまず最初に応募来ますよね。まあ書類審査が、大体20ぐらいかな。まず書類でもう20人ぐらい、20ぐらい、でこう振り落としにして、で次は面接実技、二次試験っていうか、二次試験がね、これが10名ぐらい、面接と実技で10名ぐらいに絞って、で最終的に残れるのは5人ぐらい。お、5人、優秀であれば6人になるかもわかんないけど、そこは枠は自由にちょっと柔軟に考えてる、で5人とは言ってるけど、これ全く走りも物もかかんない、こんな絶対無理って言ったら4人になるかも。そうですね、だからそこはちょっと流動的になる可能性もあるということなんですけれども、もうマンツーマンになる可能性だもん。あ、そうですね、1人しかいなかったら1対1ってことですよね。そう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 。でこれ例えば途中で脱落していく人も出てくるっていう、脱落したらもう追っかけないから、まあ、そうですよね。 あとこちらからちょっとやる気が見られないとか、ちょっとなんか練習メニューもこなしてこなかったら、いや首首ってことですね、厳しく。もうこれは企画だけど、企画でガチでやろうと思ってるけど、でも成立しないんだったらもう途中で終わる、もう終わってもいいもん、もうそうですよね、でも本当に夢をそうやって追っかけてる人間の、手助けになればいいし、俺だってそういう風な人間を、こっからプロの世界に送り出すっていう 夢を持ってやるから、これガチでいくから。そうですよね、で、まあ、今回はじゃあ1期生ということで、これは例えば2期生3期生になっていって、どんどんその輩出していけるような人材が出てくれば、出てくればもうどんどん続いていく企画だから。そうですよね、で、その履歴書を送ってほしいんですけれども、今多分出ていると思うんですけれども、こちらの住所まで、履歴書を送っていただきたくて、締め切りがですね、今月末まで、今月末まで、はい、ね、今月末まで、で、そこで書類審査などをして、11月ぐらいに、じゃ面接とか、面接とか、実績とか、で、これは、じゃ受かった方のみに、こちら側から連絡するという形なので、連絡が来なければ、あ、ダメだったんだなっていうふうに思っていただければなと思いますし、あと、豊さんの公式の、ツイッターの方にも、ちょっと概要を、載せておくので、豊さんの方の DM に送っても、履歴書は、それは見ないので、見ないよ、自分、こちらの住所まで、はい、で、チャンネルの概要欄に、ここ当てっていうのは貼っとくからね、あ、YouTube のチャンネルの、方にも、まあ、そこら辺を見て、ぜひ、夢のある方はね、そうですね、我こそはと思う人間は集まれという。なんか豊さん、こういう人に来てほしいなっていうのありますか？やっぱハートがあるやつだよね、これ茶菓子で応募してきて、まあ最終審査に残ったとしても、もうこれは完全に落とすから、だってこっちが疲れちゃうダメだから。そうです、もうガチでいくから、本当厳しいこともやらすし、厳しくも言うし、だからそれに耐えきれる人間だよね。
そうですね、うん、本当に一緒に夢を追っかけれる人間、はい、じゃないとやる意味がない。そうですよね、うん、確かに。なんか私もなんかそういう形で何かでお手伝いできればいいなと。そりゃそうでしょ、はい、おにぎりの一つぐらい握ってこなきゃいかんでしょ昭和ですか。昭和でいいんだよ。いいですか。昭和もう巨人の星の世界だからヒューマンヒューマンの世界だからなるほど。いやいや本当に、はい、そうです、ね、いやそのぐらいやっぱり厳しくやるし、うん、まあ例えばその気になる人間には直接電話して、はい、お前やってんのかってあ、うん、いうこともあるし、あるし、例えばその技術的なことだけじゃなくてメンタル、もちろんもちろんメンタルも鍛えていくから。そうですよね、うん、私もなんか例えば豊さんに叱られて、うん、ちょっと泣いていたらちょっと慰めに、まあね、寮母寮長のお母さんみたいな感じで、まあ、殴ってたんですよね何しっかりしなさいと思って逆に何言ってんだよ。まあでも本当にガチでいくんで、はい、本当にあの真剣にね、うん、それを目指そうと思ってる人が応募してることを望んでる、はい、そうですね、はい、あの本当に我こそはそしてプロになりたいというあなたぜひ、応募してください、はい、お待ちしています、はい。